は真雪は、海上自衛隊の護衛艦。初雪型護衛艦の五番艦。は真雪の名は、浜に降る雪すなわち、浜雪に由来する。なお、艦艇名としては、旧海軍通して、初の命名である。は真雪は、昭和54年度計画2900トン護衛艦2214号艦として、 三井造船ンの事業所で1981年2月4日に寄港され、1982年5月27日に浸水、1983年11月18日に収益し、第2護衛隊軍に直轄艦として編入され、佐世保に配備された。1984年1月26日、第2護衛隊軍令下に第42護衛隊が新編され、 同日付で収益した、峰幸と共に編入された。1986年、艦隊兵用合同演習に参加。1990年3月6日、第42護衛隊が、第3護衛隊軍令下に編成外となり、提携校が舞鶴に転籍。同年、艦隊兵用合同演習に参加。1993年、遠洋練習公開に参加。 1995年8月16日から20日にかけて、ミネユキと共に、インドネシアのジャカルタで実施されたインドネシア独立50周年記念国際観艦式に参加。1997年3月24日、タイ番号の改正により、第42護衛隊が第3護衛隊に解消。2001年、航空無事故1万6000回達成の功績により、 二級症状を授与される。2003年、遠洋練習公開に参加。2006年2月16日、舞鶴地方隊、第24護衛隊に編入。2008年3月26日、自衛艦隊の大改編により、第24護衛隊が、第14護衛隊に解消され、護衛艦隊令下に編成がえ、2012年3月14日、除籍、 収益期間通しての走行程は約140万キロ、走行会時間は約6万2000時間だった。2013年3月、ジャパンマリンユナイテッド、マイズル事業所にて実感的改造を受けた。監視側から艦備にかけて10メートル沖きに区切った1から13の番号と白及びオレンジ色の塗装が施され、感情には的や 熱源用ドラム艦等が設置された。2013年10月5日、実弾射撃訓練による射撃処分のため北九岩壁を離れた。訓練は6日から11日まで、若狭湾北方海域で行われ、護衛艦護席と哨戒機に機による射撃や爆弾投下などの標的となった。ありがとうございます。